はい、新人限定にライブレポです。点数ちょっと先つけよう。新人に早速1曲目いっていきましょう。君次第です。ああ、よろしくお願いします。そうね、動員ポイントは、そうね、2ってとこかな。うん、ここは、ドラムが響さん、なんか音楽うまそうな見た目すげえいい曲作りそうな見た目ドラムはまあまだ初心者ではありますが、その全くゼロではないというかね、うん、今回出てないけど朝山さんとかね、そのドラムを始めたばっかではあるんだけど、まあ、1年2年とか、うん、そうそう、ちょっとちょっと、なんかそのお初心者感もありながら、まあいろんなことを覚えてきてる段階といいますかね、うん、あ、ちょっと今回曲が難しいのもあってね、うん、叩ききれないとことか追いつかないとことかあったと思いますが、もっと例えば簡単な、例えばじゃあなんだろう、スピッツとかあいみょんとかであれば、もっと響さんの頼もしい感じが見られたのかなという感じですね。まあベースのヒロさんは一回置いといて、この人チートキャラだからすごいなでもよかった、ヒロさんと初めて一緒にやれて。ヒロさんは本当になんか僕のこともなんか慕ってくださって、いろいろなんか手伝いもしてくれたりとかね、差し入れくれたりとかね、うん、いろいろお気遣いくださって、そうそう、今も LINE いただいて、ヒロさんライブいろんなバンド出たりとかね、動画アップしたりとか、さらにバーベキューのお知らせとか、大変でしょうが休んでくださいねみたいな、ありがとうございます。でも本当ね、僕疲れ知らずというか、好きなことやってるだけなんで、音家族もうすぐ15年ですけど、なんかだるかったこととかしんどかったこととか、今日休みたいなとか思ったことが一回もない、マジで。ずっと楽しいだけの15年間本当に責任感ね、無責任なポンコツにムカつくとか怒るとかはありますよ、うん、でも本当に、ああ疲れたとか嫌だなとか一回もなくて、これはもう皆さんのおかげです、うん、なので本当お気遣いなく、はいでヒロさんのこのあれ、あえて太ってる T シャツめっちゃおもろいこういう T シャツを着てくれるとね、突っ込みやすいんですよ、それをね、うん、そして後ろ、真ん中の後ろでギター弾いてるのが村上くん、和樹くんですね。今月からうちに住んでまして、彼も人柄がもう神うん、なんかなんちゅうかな、僕の少ないボキャブラリーでは形容しきれないぐらいやっぱいい人というか、本当よく気が回るし、今もね、さっきの新人限定1個前の3番目のライブレポ撮ってる途中に村上くんの荷物がピンポン届いたんですよ。そのせいでまあ途中で終わっちゃったので村上くんのせいなんだけどこれも僕が出て行ったら、ヒロさんすいません動画撮影中にみたいな、多分なんかピンポン鳴って僕に迷惑かけないように、その多分電話で着いたら電話してくれとか言ってくれたんだと思う、うん、よー気が回るね。では今回ボーカルを担当します石塚キムと言います。よろしくお願いします。そんなの気にせず僕が何してても
平気で自分の荷物ピンポンって呼ぶ人もね多くいるし、それが当たり前と思ってる人もいるし、別に僕もそれを怒ったりなんかしないんだけど、そこまで気が回るというか。そう、これね、ごめん、バンド関係ないけど言うわ。さっきも前のバンドで言ったけど、やっぱ人に必要とされるとか頼られる、求められる人間っていうのは、自分が悪くなくても謝るし、何かをしてもらったわけじゃないのにありがとうを言う人だと思う。僕も日々気をつけて意識もしてますが、人に何かをしてもらったからありがとう、それは当たり前だ、それが当たり前の0点のラインであって、何もしてもらってない、相手は何もしてあげた意識なんかないけど、こっちが勝手に感謝をするから相手が喜ぶわけですよね。あと特に謝罪の方は特に僕気にしてるんですけど、自分が悪いことをしたから謝るのは当然なんですよ。まあ、悪いことをしても謝れないやつもいっぱいいるけど、なんだけどさらにその上というか、悪いことしてない、相手は何も損害を受けてないけど謝る、これがやっぱ人間力だったりとか、やっぱ人がついてくる、人に好かれるための秘訣、やっぱ、ね、そういうのができないやつっていうのはね、その例えば僕が何かをしてあげるじゃないですか、最初はありがとうって言うんですよ。でもそれがもう2回目から当たり前になって何の感謝もしなくなる。で、僕がそれを次はしてあげないを選ぶと、ひどいって言ってくるんですよ。これもやべえやつだよね。今までしてもらったことの感謝も全て忘れて、もう僕はひどいやつなんだみたいな、これやべえやつだな。そうそう、村上さんはなんかそういうとこがなんか自然とできてらっしゃって、とても素敵な、うちに住んでくれて、ね、もっと仲良くなりそうで、とても嬉しいです。ギターの方もちゃんと練習もするし、トークルームとかでもいっぱい喋ってくれたりとかね、とても頼もしい、はい、頼りにしてます。さあ、そして、下手のギターはケイスケ君。今回は、クイーンのベースとここのギターで掛け持ちですね。前回バンプで出たんですけど、やっぱ一発目でもうなんかコツをつかんですぐに掛け持ちしたりとかね、センスあるなと思うよ。もともとは多分ギターをやってたんかな。彼もイケメンだし、おしゃれだしね、今風ですよ、今風イケメンですよ、いわゆる。音楽もセンスあるし、練習もちゃんとするし、キャラも最高だし、完璧、好き。ここもちょっとあれやな、新人限定というにはちょっと反則のやつらばっかだな。よし、演奏点厳しめにいったろ。演奏点はベビーメタが10で、さっきのが4だから、あーそうはな、ドラム、ギターはこれかで2人、あ、ベースは同じヒロさんか。ボーカルが女の子2人、 VS 秋元でピアノがいない。そうね、互角かな。トータル5分だな、4、演奏点4。
さあ、あとはパフォーマンス点に期待してます。ヒロさんのこの動きとかはやっぱりそのもう経験から来るもんなので、これを評価しだしたらもう経験者が強いになっちゃうから、全体での決まり事というかお客さんを楽しませるために何かを仕込んできたかどうか、1個前の新人限定3で言うとともちんがあのナース服だったりとか、うん、でお客さんに見せるために何かを仕込んできたかどうかをこの後見ます。それを見ながらアキムくん、お、なんか前回よりちょっとなんかボーカルらしい声になったというか、まあレベルが上がったのもあるかもしれんけど、やっぱ前回の爆弾よりもワンオクの方が多分すげえ好きだろうし、歌い慣れてるとか、まあ合うものはあるんだね、きっとね。自己紹介に参加させていただきます。ではギターのカズキさん、よろしくお願いします。あ、皆さんこんにちは、ギターのカズキです。あ、もう好印象。カズキは今年の2月から入りました。ギターは去年の3月ぐらいに買ったんで今1年ちょっとぐらい経ってます。わかりました。よっしゃ。好きなバンドは、ミスチル、エルレ、バンプ、ワンオクロックなどです。皆さん同じようなバンドが好きでしたらぜひ一緒にバンドやりましょう。めちゃくちゃ楽しいです。緊張します。お、お願いします。すごい、なんて人に好かれるやつなんだ。では最後に人に怖がられないコツを教えてくれ。はい、お願いします。今日は、ね、ゴールデンウィークの朝日で、お忙しい中おつまみいただきありがとうございます。そして、このイベントを作ってくださったヒロさんと、ミデュースのスタッフの皆さん本当にありがとうございます。素晴らしい。そういうとこもねちゃんと拾っていくっていうね。今日今このライブを YouTube でも見てる方がいらっしゃると思います。 YouTube の皆さんこんにちは。おお、すごい。このバンドとこのライブがよかったらチャンネル登録と高評価お願いします。あとです、YouTuber。 まあ音楽については先ほども話したので割愛しますけど、先ほどもすごいすごい。やっぱね、ヒロさんもだし、あのカズキ君もだけど、その視野が広いのは大事よね。いろんなとこに目を配れてる。時間もかけさせません。あの僕たち何の唯一無二のロックを皆さんにお届けできたらと思います。それが我々の。やっぱこのイベント、まあそのね、まあその主催してくれたヒロさんとか、会場貸してくれたメビウスさんとかね、うん、YouTube も撮られてることもやっぱ視野がね。いろんな人の力で今自分がここにいるんだぞっていうことが分かってて、そこに感謝を告げる、うん、そこに感謝の気持ちを持つためにはそういう人たちがいてくれるっていうことを知ってなきゃダメなわけで、やっぱ視野が広くないとそれが分かんないからね、うん、でまあ自分が自分の力でみたいな、自分が王様だみたいな勘違いするやつもいるけど、そうそうそう、そういうとこはやっぱお二人は素晴らしいですね。ヒロさんの T シャツにもありますけど、あえて太ってますから、うん、あえてだから、うん、痩せることもいつでもできる。それ T シャツ買うめっちゃおもろいな。響さん、これとてもいいです。あのダドドダドドダドがまだねできないので、ダンドダンドに変えるというね、そうそう、そういうことなんですよ。無理にやろうとしてもメンバーも合わせにくい、お客さんも聞きづらい、自分も大変、いいとこなんもなくて、どんだけ簡単に自分が余裕を持ってできるレベルにするか、これ大事です。さあパフォーマンス頼む。あと8分だけどいけるか。アキム君がまず、まあ棒立ちというか、その演奏陣もかな、ヒロさん以外は。そうだな、
ドラムでも例えばその表情とかね、なんか激しいところはうわーってやるとか、静かな切ないところは結構神妙な顔でやるとかっていうパフォーマンスもあるし、ギター2人もなんかまだ難しいのか、いやこの2人ならいけるか、このヒロさんのこれ参考にしてほしいな、こうなんかね、もう男ばっかのバンドだから言うけど、あの行き顔って言うんですよ、行く時の顔みたいなこれあの演奏中の表現表情、うん、なんかまあいわゆるその最高に気持ちいいっていうこのエクスタシー状態の表情、ヒロさんの方がボーカルよりも動いてるなんでベースのやつがさこんなことがあるの弾けよすごいでも一応も逃さないからこの人こうやったってすごい、あ、ごめん、これ直そう。さっきの新人限定3とここの演奏ポイント同じ4にしたんだけど、ごめん、1個前の僕が入ってるからその分ちょっとあれだ、おまけでここ1個プラスで5にしときます。そうだそうだ、すいません これこれ、もう一言で言います、このヒロさんの動きを全員ができたら完璧。やっぱライブってその演奏するだけじゃないから、それを見せる場所だから、演奏だけを聞かせたいなら音源でいいでしょ。わざわざお客さんの前に立ってるってことは見せるのがライブなんですよ今のところ。まあヒロさん以外はしょうがないんだけど、まだその聞かせることしかできてないかな。このメンバー仲良くなってまたその同じようなメンツやるんなら、ヒロさんの動きをこれこれこれ、この倍乗りで分かっとんなバンドマンっすね いやすごいね、うん、演奏力も高いし、あの動きもだし、 T シャツもおもろいしね、ちゃんとバンドマンすごいすごい、お、いいね、最後いけいけ、頼むぞ、うんうん、まあまあそうな、これかな。でアキム君、まあ、ボーカルだから一応言っとくとね、お客さんはね、盛り上がりたいの、できればね、うん、別にやってあげたいのよ、いろいろね、でも分かんない、その他のお客さんがやってないのに自分だけ怖いのもなんか恥ずかしい人もいるだろうし、あと曲を知らなくてどこで盛り上がっていいか分かんない人もいるし、それを分かりやすく提示してあげるのがボーカルの仕事、うん、あの知ってる人は盛り上がってくださいという MC あるけど、あれダメで、ってことは知らない人はほったらかしですからなっちゃうでしょ、知ってる人だけ盛り上がってねって意味になっちゃうから、やっぱね知らない人がターゲットなのよ。知ってる人が、自分たちのファンはもう別にほっといてもいいわけよ、その自分たちをまだ知らないとか自分たちに興味がない人をファンにしていくのがバンド活動だから、常にバンド活動というのは知らない人、自分たちに興味がない人をターゲットにしましょう、その人らが楽しめるように、うん、それじゃどうしたらいいのか。この曲なんか有名だからそこそこみんな知ってるから、もっともっとね全体を一体にできたはずなんやな、やり方次第な、演奏も結構安定してるし、
でやっぱ演奏陣は自分の演奏結構大変、みんな初心者だし、ボーカルはやるべきなのよ。ボーカルっていうのは、まあ、僕自身がボーカルが本業だから一番厳しく見てるかもしれないけど、歌詞を覚えてくるなんて当然、歌えるなんか当然、歌が上手いなんか当然、それプラス動員がめちゃくちゃあって、その会場を盛り上げる力があって、やっと演奏メンバーと対等です、うん、歌うだけならみんなできるから、うん、おしげ、あ、行かない行かないか。マイク持ってない左手がずっと折りっぱなしでね、棒立ちに見える。例えばもうこれでもいいし、これでもだいぶ動きが加わるでしょ。あ、でもね、これもよく言うけど、その多分アキム君も自分の中では今回めちゃめちゃはっちゃけて大暴れしたつもりなんかもしれん。でも映像見たらどう、もうなんか棒立ちじゃない、何もしてないというか。僕も最初そうでした、うん、初の19歳の時かな、初めてワンマンライブで自分たちのお客さんだけで埋まってる状態で、もう今日大暴れしたろうと思っておらーってやったけど、ライブ映像見たらもうこんなんうん、そうね、次はこのメンバーは何かしら、そのまあ、ケイスケ君なんかは一緒にクイーンやったから分かると思うヒロさんがもうもはやボーカルより前そう、全員がこれできるぐらいのつもりだといいよね。あー、そうそう、最後これ、そう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 、あー、今もう一回書いていいね、そうそう、あ、まあそれもじゃあ込みで3点。今回はパフォーマンスに関してはクイーンが10点満点、そこ基準になってます。そこから見てですね。 OK、 うん、いいバンドだ、男臭くていいね。よし、次回また成長を楽しみにしております。